のプロ野球なんですけど、書くことが多すぎますね。まあ、なんとかボードに収めようとね、したんで、まあ、なんとかなったんですけども、まあ、っていうくらい、この日はちょっと大荒れのね、一日でしたので、まあ、一試合一試合をお伝えしていこうかなと思います。まず東京ドームです。ヤクルト対広島という一戦でございますけども、こちらなんですけども、まあ、ちょっと広島打線のつながりが悪かったですね。先発、大瀬良投手、スアレス投手で始まりました。鈴木誠也選手のね、一発だけに終わってしまった広島打線ということでね、まあ、4番個人軍というね、鈴木誠也個人軍というね、そんなチームのような気がするんですけどね。ちょっと小園選手のあたりが止まってしまったのかなっていうね、感じがあって3割切ってますけども、4打数ノーヒットということで、なんかやっぱり2番バッター小園選手というのがね、なんか合わないような感じするんですけどね。笹岡監督の意見を聞いてみたいところです。はい。ちなみに個人的な話をさせていただければ、菊池涼介選手とね、林晃太選手のね、打順をもうちょっと上げていいのかなという感じなんですよね。まあ、なんでしょうかね。まあ、西川選手の当たりが戻ってきたんで、3番に据えて、小園選手をね、2番にっていうことではあるんですけども、小園選手はおそらく2番じゃなくて3番の方がね、なんとなくね、打順としてはこう、合ってるのかなっていう感じです。そして、坂倉選手に関して、鈴木誠也選手に関しては、これ4番、5番、これはね、固定でいいのかなっていう感じですね。なんで、西川選手と小園選手のね、打順をこう、逆にすると。なので、個人的なね、意見を申させていただければ、1番セカンド、菊池涼介、2番レフト、西川龍馬、3番ショート、小園海人、4番ライト、鈴木誠也、5番キャッチャー、坂倉翔吾、6番サード、林晃太、7番センター、野間隆義選手、そして8番ファースト、阿部智彦、阿部選手ということでね、まあ、これで、まあ、阿部智弘選手ということで、まあ、これでいいんじゃないかなと思うんですけどね。ちょっと打順の巡り合わせが良くないですよね。まあ、個人的なことを言えばね。はい。ということで、まあ、あと言うことはないですね。はい。続きまして、中日対 DeNA です。ヒンダ戦ですね。これね、ひどいヒンダ戦でした。先発が大野雄大投手と京山選手ですね。非常にね、どちらのピッチャーもね、いい形だったんですけどね、京山投手初回のね、まさかのね、最年長の、外野手44歳のタイムリーで終わってしまうというね、それに泣いてしまうという、そういうね、一日になっちゃいましたけどね、これで負け投手になってしまう京山投手のね、胸がちょっと痛いような感じがするんですけどもね、非常にね、これはちょっと痛いね、あれでしたね。打線がね、まあ、どの見事ね、活躍してくれませんでした。2番に牧選手をこう置いてみたんですけど、それがかえって裏目に出てしまったんですよね。打線の歯車が全く合わなかったということでね。打率3割がね、3番、4番、5番にこう並べた打順なんですけども、まあ、単純にそうもいかないということでね。まあ、打ってる選手を1番から6番までにただ並べただけではチームが勝てるかと言われたら全くそうじゃないのかなとは思います。個人的な話させていただきますと、あれですね。右がちょっと多いんですよ、DeNA ね。佐野選手だけが左バッターなんですよ。ちょっとそのところでね、おそらくその打順の巡りがちょっと悪いのかなという感じがいたします。なので貴重な左のねバッター佐野選手をもうちょっとね、使い道っていうのをね、ちょっと考えていただければなということでね。まあその辺三浦大輔監督、まあ打順に関してはねちょっとねっていうところはね、なんかあるような気がします。とは言っても左バッターで佐野選手以外打てる選手っていうのはちょっと今のところ見つかりません。まあ、いないんですよ。なので、佐野選手の使い方一つだと思いますよね。今現在3番バッターということでね、まあ、今年も3割打っていて、まあ、さすが首位打者だなと思わせるところが、まあ、多いところではございますけども、佐野啓太選手の使い道、この打順に関してはね、ちょっとまだ模索していく必要があるんじゃないかなと思います。まあ、個人的な話なんですけど、4番でいいような気がするんですけどね、どうなんですかね。個人的な話させていただければ、1番センター、桑原選手、2番ライト、オースティン、3番セカンド、牧秀悟、そして4番レフト、佐野啓太、5番サード、宮崎敏郎、6番ファースト、外、まあ、こんな感じじゃないですかね。違うんですかね。
佐野選手の使い道をね、もうちょっと考えた方がね、もうちょっとね、打線はね、取れるんじゃないかなって感じしますけどね。はい、続きまして、甲子園ですね。はい、これちょっと原監督に申したいんですけど、なんで戸郷選手をあんな引っ張るんですかね。6回1失点してるじゃんね。5回までパーフェクトだったんですね。まあ、6回もいけるだろうとね、思ってね、マウンド上げて、まあ、結果的にね、阪神打線に1点取られてしまうわけじゃないですか。普通そこ考えたらね、降板させる武器ですよ。まあ、パーフェクトもね、どうせ途絶えてしまったわけですからね、まあ、そこから完投勝利を狙えるかって言われたらね、球数的にもね、ちょっと無理があるかなっていう感じですね。戸郷選手のスタミナを考えてくださいよね。原監督とね、宮本投手コーチ、さらに桑田投手総合コーチね、そこら辺がね、ちょっとあまり理解できてないのかなというところで、結果的にね、戸郷選手がね、6回、7回途中、5失点で、まあ、結果的には炎上という形になってしまって、戸郷選手に負け投手がついてしまう。これ、戸郷選手しかりという問題じゃないと思うんですね。そして、まあ、同点に追いつかれてしまった大江選手、同点にね、追いつかれて、その後、大江選手にね、大江選手が、走者一掃のタイムリースリーベースをこう浴びてしまったわけなんですけど、大江投手は全く何も悪くないですね。全く何も悪くないですね。それは打たれてしまうのはしょうがないっていう感じではあるかなっていう感じなんですけども、マシンガン系としてましたけど、あの意味もね、ちょっと問いたいところではあるのかなと思います。原監督の采配が全く意味がわかりません。理解できません。ということでね、まあ、一般的なね、論を申し上げていただきますと、原監督の采配は全く理解ができないということでね、7回のね、あの攻撃というか守備の場面についてはちょっと原監督とね、1時間ぐらい問いただしたいなと思います。という、そういった試合でしたね。まあ、これはね、ちょっと巨人はね、ちょっと首位にいるのはちょっと危うい状況ではあるのかなと思うんですけど、まあ、ああいった采配してるとね、ちょっと優勝は厳しいんじゃないかなというね、個人的な厳しい意見を申し上げていただきたいと思います。はい、続きまして、パ・リーグ、ZOZO マリンスタジアムです。日本ハム対ロッテです。ということで、ロッテが結果的な逆転勝利ということでね、クラスでいうね、こう強さを見せつけた、そういった試合でしたね。なんで守備からね、この流れがね、悪くなってしまうのかということで、これは野球だからという言葉でね、言葉が片付くでしょう。マーティン選手、後半戦から勢いね、あって24号ということで、もうどんどんホームランの数は積み重ねていってますね。もう後半戦入ってからもう何本ホームラン打ってるんでしょうかね。マーティン選手の好調さがね、際立って見える後半戦でございますけど、2試合ぶりとなる一発ということでね、2試合おきにホームランを放っているという感じのね、マーティン選手でございますけども、9月はね、打率低いんですよ。1割6分7厘ということでね、まだここまでね、9月入ってからね、そこまで打ってる印象はないんですけども、2試合に1本、2試合に1本という形でね、どうもホームランをね、放っているようでございます。ロッテ初となる、ロッテ久しぶりとなるね、ホームラン王争いにね、名乗り上げているマーティン選手ですけど、この後の活躍、期待したいと思います。はい、続きまして、楽天対西武です。A クラスとごっこいというね、そういうチームなんですけども、まあって感じですね。先発マーク、西武が松本投手で始まりました。まあ、どっちのピッチャーも良くなかったかな。そんな感じですね。まあ、松本投手は、まあ、6回2失点。田中投手、マー君はですね、これ7回3失点ですね。7回3失点、失礼しました。8回3失点になり、4失点ですね。4失点になりますね。はい、すいませんね。ちょっと無知なものでね。まあ、なんでしょうかね。結果的に竹島健郎選手のね、タイムリーで追いつかれて、マークの負けは消えたんですけども、まあ、結論のところを言うと、ソン・チャーホン投手、ここですかね。なんか、ここ最近結構打たれてるような気がするんですけどね。どうですかね。前のソフトバンク戦ではね、しっかりセーブ決めてくれたんでいいんですけども、その前のロッテ戦ですね、フォアボールとヒットで、まあ、失点しまって、まあ、っていう試合があったわけなんですけども。で、今回ね、まあ、一つはアウト取ったんですけども、ソン・チャーホン投手が、振るわずというところでね、まあ、これにつきますよね。まあ、岡島選手のね、同点タイムリーをね、無駄にしてしまう、そういうピッチングになっちゃいましたね。はい、続きまして、首位、オリックス、4位、ソフトバンクということで、これは首位の野球って感じですよね。先発、山本由伸投手、8回3安打1失点という炎上で、今季12勝目ということでね、わずか1失点で炎上って言われてしまうんですよね。まあ、これが金メダリスト言わん、いわゆるね、
ゆえんなのかなという感じですね。ソフトバンクのピッチャー、マルティネス投手ね、モヤ選手に一発こそは浴びてしまうものの、結果的に7回失点で収めるあたりは、非常に素晴らしかったんじゃないかなと。打線の援護が全くありませんでした。ただ8回に栗原選手の、ね、タイムリーがあって、まあ、やはり栗原選手4番っていう、ね、姿ですよね。途中デスパイネ選手を、ね、4番に据えてましたけど、あそこ工藤監督の、ね、そこを4番デスパイネ選手にするあたりがちょっと意味が分かりません。で、今回2番に松田選手を持ってきたんですけど、ここもまるで意味が分かりません。なぜ2割3分のバッターを2番に、ね、するのかがよく分かりません。2番バッターという役割っていうのはね、最近は強打者理論とかね、2番キャッチャー理論っていうのがね、出始めてきてる頃ではございますけども、バント要因なのか何なのか分かりませんけども、松田選手を2番に置くということは、これね、打線のつながりをね、まあ、思うように、これは結構欠いてしまうよね。そんな感じなんじゃないかなと思います。三森選手2番の方がいいんじゃないかなと思うんですよね、個人的なね、話させていただければ。まあ、1番バッター抜きの選手じゃないっていうのはね、個人的には分かりますけど、三森選手が2番なのかなっていう感じですよね、今の打順をね、考えればね。そして、まあ、下位打線ですね、5番以降が全く、動かない、打線ということで、これ、ソフトバンクの弱さですよね。柳田選手と栗原選手、この2人だけでね、なんかチーム勝ってってるような感じするんですよね。対してオリックスはね、1番か2番がどちらかが出て、吉田正尚なり、杉本選手しっかり、まあ、この辺りが打っていくシーンっていうのが見て取れまして、そして5番、6番、ジョーンズ、モヤということでね、ジョーンズは決勝タイムに、モヤ選手は先制のパンチということでね、まあ、やはりオリックスの方がね、なんか上のような感じしなくもないじゃないですか。だからね、そこら辺でね、まあ、やはり C のチームと、まあ、B クラスの野球とではね、ちょっと違いが出てしまうのかなというね、そんな感じがいたしました。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。それでは失礼いたします。